王、牧畜図、1401年王永楽14年は、中国秋代初期の文人。死書がに巧みで人品が高く生涯を製品に過ごした。自我、もうただし、豪を、共一生九流三人、青、城山人と称した。は、ふつとも書いた。チャンス賞無尺の人。16歳で諸生となり、27歳で家挙に旧大し、紳士となる。 白学祭地であったが、何らかの事件に連座して、三世に十数年も変託され、陰遁生活を送る。三十八歳にてようやく許されたが、目の病気のためしばらく療養。病が癒えるとうように大壁画を描いたという。永楽年間に、農書農文であることで、推挙されて、文苑閣に出資したが、すでに四十二歳であった。その後、中書と練りにまで、 上り北京への戦都に従った、去年五十五、四分を良くし、諸賀に引いてた。山水賀に造形が深く元松四大化の芸んや、王毛に、四方、秋代中期の文長名らの暮れ派に大きな影響を与えている。また、牧畜図は、文道やクレーチンに脂縮して、秋代第一と評されるほど精妙であった。牧畜の威風は夏に引き継がれ、後世に伝えられた。 他に、修林隠居図などが伝わっている。また衆に、王者人衆がある。修林隠居図。ありがとうございます。